ツルタケは、ラタケメテングタケ科のキノコの一種。夏から秋にかけて、新葉樹林や紅葉樹林に発生する中型のキノコである。傘は灰色で乗船がある。火が茎ともに白く、唾はない。この種の変種に白ツルタケと、カワイロツルタケという種がある。どちらも色以外はほぼ同じ特徴を持っている。生殖すると中毒を起こすが、加熱しても、 毒という文献や、普通に食用とする文献もあるので、食毒不明として扱われている。よく似たキノコに、ツルタケダマシやタマゴテングタケモドキという毒キノコがあるので、気をつけた方が良い。この2種との違いは、ツバがあるかどうかであり、ツルタケにはツバがない。ただし、用菌のうちは、区別が困難であり。 正近でもツバが取れていることがあるので判別は慎重にしなければならない。インデックスファンゴラムパートナーシップレコードディテールズアマニタビジャイナタラムインデックスファンゴラム2011年10月31日閲覧マイケオバンクスピーシーズアマニタビジャイナタラム1783マイケオバンク2011年10月31日閲覧 ありがとうございます。